リーダーシップとは何なのか。決断する力、決断できる人というのがリーダーシップ力を持っている人なんです。こういうリーダーシップの取り方っていうのをすごく気にして生きていくと人生変わります。はい、皆さんこんにちは、竹之内です。今日もね、ちょっと皆さんにレクチャーしていこうと思います。原理原則の話、今までね2回今お話ししてきましたけれども、今回も皆さんのね生活にも役に立つ、もちろんビジネスやってる人は必ず役に立つ、そんな話をしていこうと思います。じゃあ今日はね、リーダーシップの話です。皆さんはリーダーシップ力があると良いと思いますか、悪いと思いますか。当然良いですよね。リーダーシップ力ってじゃあ何なのっていう話を今日したいんですね。もちろん皆さんがリーダーシップ力とは一体どんなものなのか、何なのかということが分かってないと、それを培うこともできないんです。何か分からないものを培うって難しいですよね。なので今回はリーダーシップ力っていうのは一体何なのかという話をしていきます。ちなみに僕は小学校の時は学級委員長やったり、中学校もサッカー部のキャプテンしてましたし、生徒会長だったりとか、その他もですね、あらゆる場面でリーダーというものをしてきました。仕事をし始めてね、美容室の時は店長にもなりましたし、何店舗かのお店のディレクターをやったりとか、リーダーというポジションをとにかくやってきました。何がいいか、皆さんは何を思い浮かべますか。当然いろんなことを仕切れるわけなので、自分の思い通りに結果を持っていくことができますよね。あらゆる場面で自分の決断であったりとかが通用するというか、人に任せるんじゃなくって自分がリーダーシップを取っていくわけですから、自分が導きたい方向に導くことができると。そしてチームをまとめる力を持つことができますし、いろんな人が自分のことを慕ってくれると、そういう状況を作ることができます。リーダーシップ力っていうのは生きている上で持ってると得なものというふうに覚えておいてください。じゃあ皆さん、今から一つ質問をします。皆さん想像してください。あなたはある牛丼チェーン店のオーナーですと。今国内産の牛肉が非常に高くなってきてます。想像してくださいね。そしてこのまま行くと採算が合わなくなるんじゃないかなという、ちょっとギリギリのところに来ているかなと。ここから上がるか下がるかは分からない状態です。ここでとうとうアメリカ産の牛肉を輸入して使うのか、それとも国内産のまま行くのかっていう決断が迫られている時です。役員に聞いてみたら、ある役員はアメリカ産に変えると質が落ちるからお客さんが離れる可能性があると。それだったら今の国内産で質を保ったまま下がる可能性もあるんだったらそちらにかけたいと。お客さんが一回離れてしまったら戻ってこないじゃないかっていう懸念を持ってるんで、国内産派という役員がいました。ある役員は今だからこそアメリカ産に変えて経費を安くして、そして利益を確保しようと。でそれでお客さんが来るようだったらむしろ利益アップになるじゃないですかっていう提案をされてます。この役員多数決取ったら半々か、もしくはアメリカ産の牛肉に変えるべきだという意見がちょっと多いかなと、そういう状況になりました。皆さん10秒与えますので、どちらがいいか一度考えてみてください。どうぞ。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。はい、ありがとうございます。じゃあね、皆さん聞きます。アメリカ産がいいよと、アメリカ産に変えようと思った人、はい、画面の前で手を挙げてください。国内産がいいなと思った人、手を挙げてください。はい、最後に決めきれなかった、どうしても決めきれなかったっていう人は手を挙げてください。今回ね、この情報だけでは確かに決めきらないこともあるかもしれないんですが、決めきっていただきたかった。つまりリーダーシップとは何なのか。決断する力、決断できる人というのがリーダーシップ力を持っている人なんです。そしてそれは判断が正しいか正しくないかは一切関係ないんです。決断ができることというのが非常に大事なんですね。リーダーシップ力がある人っていうのはバンバン決断するんです。人生において、まあビジネスにおいてもそうですし、生きている上で決断しなければならないことっていうのはめちゃくちゃあるんです。それを曖昧にする人が多いです。ぼやかしちゃうんですね。ほとんどの人がそうと言っても過言じゃないです。リーダーシップ発揮する人って何人のうちの1人ですか。おそらく10人とか20人のうちの1人ぐらいしかこの世の中にいないわけなんですよね。100人集めたら10人いるかいないか、まあ、そのレベルです。ですからほとんどね、9割以上の人が決断をしないという選択を取るんです。そして曖昧にするんです。なので今決断を迫られた時にどちらが正しいかは分からないけれども、こっちだと一応は決めたと、自分の理屈で、それが非常に大事なんです。もう一度言いますね。リーダーシップ力とは正しいか正しくないかに関わらず決断できること、また決断する人のことをリーダーシップ力があるというんですね。その中でも多数決でややアメリカ産が多いから、じゃあアメリカ産にしようと決めた人がいるんであれば、それは間違いです。それだけで決めたんであればですよ。要するにですね、多数決っていうのは自分が決断したことにならないんです。何かを決断するということは責任伴うんですね。例えばアメリカ産にするって自分が決めてしまった場合、当然それに責任が伴いますね。
お客さんが減ったら自分の責任になります。逆に国内産にしようって決めてそのまま原価が上がり続けて利益が出なくなって赤字がずっと続いちゃった、あの時アメリカ産に変えてればよかったっていうのも損失を出すということは責任なんです。そして皆さんはこの責任を怖がっているっていうパターンが多いんです。だから決断ができないんです。多数決をするということは、ほらだってみんなが言ったじゃん、多い人数の方を俺は選んだだけだよって言って責任逃れをしてるんです。そんなリーダーにはついていかないんです。責任が伴うと、ただし責任を取らなければならないというのはまた別の話なんです。責任を取らなければならないというんであれば、例えば会社の損失が10億円になりました。自分が資産1億円しか持ってません。責任取れないですよね。だから決断しませんでは話が進まないわけなんです。なので決断を迫られた場合は決断はする、そして責任は伴う。ただし責任を取ろうという姿勢を見せるというだけでいいんです。それだったらバンバン決断できるよっていう人多いかもしれないんですが、この姿勢を取るっていうのも結構難しいんですね。一例を話しましょう。僕がリラクルの時にストレッチ専門店をやろうと言い出したんですね。まあ役員の意見としては、今リラクル順調なのでストレッチ専門店で失敗して損害が出るよりも、まあ、リラクルに集中した方がいいんじゃないかっていう意見が結構あったんですよ。僕の意見は、リラクルの店舗数っていうのはある程度来れば限界が来ると、ならば今のうちからストレッチ専門店をやっておいて、そのストレッチ専門店も同じぐらいの店舗数が出せるんだったら倍の可能性があるじゃないかと。リラクルが行き詰まって店舗数が出なくなった時にそれを考えるんじゃなく、今ストレッチ専門店が流行り始めてるこの波に乗ってる時にノウハウも全て作って店舗数を増やし続けていかないとライバルにやられてしまうよと、そういう話をしたんですね。それでも意見は食い違いました。最終的に僕が言ったのが、必ず俺が責任取るからこれはやりたいと、だからみんなついてきてくれって言いました。それによって皆さんは賛成したんですね。要するに責任を僕が取るって言ってるんだから、それ以上言うことがないわけなんです。実際にストレッチ専門店を出してどうだったか、10店舗くらい出したんですが、結論から言いましょう。うまくいきませんでした。利益は出てたんですが、結局10店舗閉店することになったんです。それによってですね、10店舗分3億ぐらいの損失を出したんですね。3億円は僕は払うことはもちろんできなかったんで、その時には。なので僕がやった行動としては、ストレッチ専門店の売却ですね、 M&A、 これをできるだけ高いところに売ろう、それを探すように動きました。そして我々はストレッチ専門店のコンサルができるじゃないか、これを事業にしようということでコンサルをやり始めたんです。でそれによって数千万円以上、まあ1億弱ぐらいは取り返したと思うんです。これが責任の取り方。結局損失には届かなかったんですが、それでも竹之内は言った通り責任を取ろうとしているなと、その姿勢を見てくれたことによって僕の決断に今後従わないという、そういったことは起こらなかったんですね。つまりリーダーシップ力は保てましたよっていう話です。決断をするということが重要です。そしてそこには責任が伴います。ただしその責任は取る姿勢を見せればいいんです。普段皆さんはリーダーシップ力を磨かないとダメなので、そういう人はどういう人かっていうと、人が面倒くさがることを率先してやる人です。これ重要です。みんなが嫌がってることですよね。それってなんで嫌がってますか、自分に得がないからとか責任が伴うからっていうことがほとんどなんですよ。これを普段からやるんです。人が嫌がることっていうのは大体何らかの責任が伴うから嫌がるんです。責任が取れる人がリーダーシップ力があるわけじゃなくって、責任を取ろうとする意思があってその覚悟を決めれる人っていうのが大事なんですね。なので皆さんがもしリーダーシップ力を磨きたいというのであれば、恥ずかしがらずに、責任を取るということを怖がらずに、手を挙げて率先して人の嫌がることを進んでやる、これの積み重ねなんです。これを皆さんやってください。最初に言いました、リーダーシップ力があるとかなりいいことが多いです。世の中のいいこと、旨味ですね、リーダーが持っていくんです。そして残ったものをそのリーダー以外が取っていくんです。一番最初に得をするのはリーダーですし、多く取り分をもらえるのもリーダーなんです。だからリーダーシップ力を発揮しないとダメなんです。皆さんこういうリーダーシップの取り方っていうのをすごく気にして生きていくと人生変わります。今日はどうでしょうか、参考になったでしょうか。これでね、まあ3原則目を話しました。このね 1,2 年で僕が自分の行動とか今までの体験とかをまとめたものがあるんですね。おそらくここ半年ぐらいかけてどんどん出していくつもりです。皆さんこれを学んで人生を豊かにしたい、自由な時間をね手に入れたいとか、それらも含めた考え方を全てお話ししますので、それを実行するか実行しないかは皆さん次第です。ただ聞いただけで覚えたと思わないでください。自分の実体験と重ね合わせて、確かにそういうことあったなっていう、腑に落ちるという、そういう状況にまで持っていってください。そうすると皆さんは学んだものの実行力っていうのが全然変わってきます。参考にしてください。はい、いいねと思った人はいいねボタンとチャンネル登録の方、皆さんよろしくお願いします。じゃあこれからもどんどん話していきますんで、どうもありがとうございました。
はい、皆さん今日の動画見ていただいてありがとうございました。ちょっとだけ宣伝させてください。9月3日に講演会をやります。大阪ですね。大阪では初めて講演会するかもしれません。今後こういった講演会ほとんどしなくなります、まあ、最後かもしれないというぐらい熱が入ってます。今日話したような内容、こういった全く同じものは一切しませんよ。今まで話したことがないものを6つか7つぐらい、合計ね90分から2時間話します。そして今回体験型、参加型、皆さんにもいろんな質問をしたり、いろんな会話を織り交ぜた、全て体験型にしてるんですね。僕はこれビジネスのテーマパークと呼んでいて、一つ一つのこのレクチャーに関してはアトラクションと呼んでます。僕が何十個って持ってるこのアトラクションのうちのいくつかを皆さんこの講演会で放出します。実際に僕に会いに来て直接レクチャーを受けるのと YouTube で見るのはかなり大きく違ってきます。いろんな裏話もできるかもしれませんので、ぜひとも今回の大阪講演会9月3日の17時から2時間ほどですね、その後に実は懇親会も準備してます。これはまた別の申し込みになるんですが、この懇親会っていうのはですね、まあ皆さんでご飯食べながら僕が各テーブル回ってきますので、じっくりと皆さんとワンオンワンで話せるような、まあそんな状況を作りますので、ぜひとも今回の講演会申し込んでいただければなと思います。詳しくは概要欄もしくはコメント欄に固定してありますので、そちらの URL から申し込み詳細を見てください。それでは皆さん、お会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。